さんこんにちは。いつも一緒のまーちゃんとパパとママです。今日は先日映画スパイファミリーコードホワイトを見てきまして、それでちょっとね動画を出したんですけど、感想をねネタバレになっちゃうんでほとんど喋れなかったので、今日はネタバレありで熱く語りたいと思います、はい、ということなので、ちょっとねまだ映画見てないという方はそっと動画を閉じていただいてまあネタバレ見たいよという方だけねちょっと見ていただければなと思います。今映画のパパの個人的な感想ですから、あくまでもご参考までにということで、はーい、はい、まーちゃんの感想じゃあまずは聞きましょうか。ギャルさんがさ、ロイドさんにさ、うん、買ってもらったさ、口紅をさ、戦うために使うところがすごかった、うん、すごかったね。もういろんな伏線がね、あって、こんな複雑な伏線をようこんなにうまく回収できるなというね、緻密に練られたストーリーでしたね。本当に面白かった。一大エンターテイメントとしてね、うん、基本的には喜劇コメディなので、鬼滅の刃なんかと比べるとあれやっぱり悲劇になりますから。鬼滅の刃は悲劇の方がやっぱりね人の心に残りやすいですから、鬼滅がこう社会現象になったっていうのは一つ、まあ、シェイクスピアの三大悲劇なんて言いますけど、悲劇の方が割とやっぱりね人の心を動かしやすい。喜劇だとああ楽しかったで終わっちゃいがちなんですけど、ジャンルが違うっていうだけでもう全然スパイファミリー面白いですね。しかも深いですから、一番最初にホージャー家が向かった旅先のレストランの名前が瓦礫と絆亭ですからね。瓦礫と絆亭ですよ、このご時世、この今の世界情勢の中でね、まあ、そのストーリーがどの段階で組まれたのか、その瓦礫と絆亭っていうことを、もちろんあの今ね中東で行われてるあの辺のことを想起せずにはおられない。作ってる人みんな大人ですからね。しかも割と多分すげえ知識とある大人たちが作ってますから、これねあえて入れたのか入ってたのをあえて変えなかったのか、その辺はまあ分かりませんけどね。やっぱそんでしかもその瓦礫と絆亭の名前の由来が、もともとここは空襲のあったっていうね、まあ、空爆のねっていう、そういう実はスパイファミリーって本当に楽しいエンタメで子供も楽しめる、なんなら本当うんこを我慢してるシーンがずっと長いですからね。そのぐらい振り切った本当に面白い楽しいんだけど、それだけじゃないっていうのがスパイファミリーの本当にやっぱ大人が見てもあっていうね思う魅力なんで、例えばそのロイド・ホージャーの子供の頃のシーンがワンカットで帰ってましたよね。瓦礫の中にいるロイドがなんでスパイやってんのっていうところの一番根幹の理由っていうのがスパイファミリーシーズン1第1話で出てきますけど、そこがあるかないかで全く別の作品になってくると。あの瓦礫のロイドの過去のシーンがね本当にワンカットだけ入るんですけど、そのワンカットがあるかないかで見る人にとってはもう別な作品になるっていうぐらい、やっぱ重みのあるね、今のこのタイミングであれを見せられるってことの重み、制作陣がどういうねあれでね、そのいやこのワンカット入れない方がいいんじゃないの、いやあるいはねもうちょっとカット使って描いた方がいいんじゃないの、いやいやせめてワンカットは入れさせてくれだったのか、その辺のねあれは全く分かりませんけど、そのワンカットが入ってたことによるスパイファミリーの作品との価値の高さっていうものはやっぱり違ってくるんじゃないかなっていうふうに個人的には思いましたね。だからこそのロイドの今の行動になってるわけですよね。泣いてない。涙目になってます。そういうことなんですよ。それはそういうことなんですよ。だからそういう子供たちをやっぱ増やさないっていうことが大人たちのね務めであろうかなというふうにも思いますね。そのぐらいやっぱりスパイファミリーってただ楽しい、ただエンターテインメント、ただ面白いってことではなくて、今の社会にそれこそね一番必要なんじゃないの。鬼滅の刃もそうですけど、その辺のねやっぱりね、そのアイドルがどうこうした話だとはちょっとね質が違いますからね。やっぱりねそういう本当に今こそ大人たちが見るべき、逆に言えばね映画なのかもしれないなというふうに、パパは個人的にパパがそう思っただけですよ。その意図を持って作られたかどうかは別ですけど、パパはそう思いましたね。まあそれだけでやっぱりその楽しいっていうことに関してはまあ振り切ってましたね。アーニャのあの、まあ、うんこを我慢するんですけど、基本的にアーニャは物語の大体うんこを我慢してるんですけど、まあ、それ言い過ぎですけど、まあ本当に面白いんだけど、それ結局さそのうんこを我慢してるの面白さってさ、やっぱりその
低俗とかね、なんか下品っていう批判が多分起こることは当然作ってる側も想像できますよね。だけどあえてそれをうんこの神様まで登場させて消化させるっていうことの振り切り方、この制作人の心意気そしてそのうんこの神様に声優さん誰使いましたかと千葉茂さんね。これ千葉茂さん、これあれでしょ、うるせえ奴らのメガネでしょ、うん、ハンティングの古川敏夫さんもそうですけど、まあ、銀河万丈さんもそうですけど、千葉茂さんもまあレジェンドですよね。すごい、うるせえ奴らのメガネっていうキャラクターをやってる時にアフレコの時千葉茂さんなんか端っこに立つらしいんですよ。聞いた話ですよ、聞いた話。なんでかっていうと、もうアフレコ中になんかカカって倒れそうになっちゃうから、ここ支えながらアフレコするんですそのぐらいね、いっちゃうと。で、あのこの前種崎さんがテレビでインタビュー受けてる時に、ちょっとやりすぎちゃったかもしれません、なんか不安ですみたいなことをちょっとおっしゃってたんだけど、やりきれるってすごいスキルですからね。普通の人は例えば日本の顔出しの俳優さんとかやりきれることができませんか。そもそもやりきれるってよっぽどの能力がスキルがないと、技術がないとやりきれることさえできない。それやりきれるってことがまず素晴らしいし、そのやりきったことほどの面白さですね。それは千葉茂さんが面白いのは、なんでか、なんで使われるかって、やりきるから面白いんであって、あれはね本当にね、うんこの神様であり俳優の神様ですね。あれはね、鏡ですね。本当に面白かった。あのぐらいやってすがすがしいと、あのぐらいやってこその面白さっていうことですよね。まだね話足りないですよ。また早見沙織さんかな、びっくりしちゃった。こんなすごい人がいるんだなと。多分ね、命削る系の俳優さんですね、多分ね。多分早見沙織さんの人柄とか人間性みたいなものを役に乗せて演ずるタイプの方じゃないかなと察するによ、パパが察するによ、勝手に察するに早見沙織さんの魅力がないと夜ホージャーの魅力って成立しないような気がします。気がするだけですよパパがね、勝手にそう思って、その本当にね、あれはね削ると削ってますね。そのやっぱ振り幅の凄さもそうだし、出るとこ出すし、挙動不審になるとこは挙動不審になるし、もちろん振りじゃないのね、急げとか口先だけで言ってる、そういうことじゃないんですよ。やっぱり、ね、本当にね発散してるっていうかね、声から気持ちから、それがやっぱりね伝わるっていうことですね、見てる人にね。やっぱりそのメインは家族の絆、これがね常に夜さんがね、一緒に行きませんかっていうね、これがやっぱりね、もう当チャンネルなんかいつも一緒ですから一緒にいるっていうことのやっぱりね大切さを我々はそう思ってやってるんですけど、なかなかそういう作品ってそんなないんだよね。やっぱりそのロイド・ホージャーはもともとその子供の笑顔、そのために世界の平和、そのためにオペレーションストリックス、オペレーションストリックスのために家族を円満に過ごすっていうことにつながってるわけなんだけど、そこのオペレーションストリックスのために家族をね大事にするっていうことが世界の平和につながるっていうのは、これはもう別に仮初めの家族じゃなくてもみんなそうですよと、そうじゃありませんかと当チャンネルは思っておりますなのでいつも一緒ということでね。あとね、あれフィオナね、フィオナねフィオナの多分さくらあやねさんっておっしゃると、あの勉強不足で申し訳ない、フィオナで初めて知ったんですけど、すごいそのアイドルみたいな多分方なんですよ。見た目も可愛らしい、ビジュアルもいい、アイドル声優さんなのかと思いきやめちゃめちゃ上手で、あれフィオナできる人他にいるのかな、日本の声優さんで。まあ多分いるんでしょうけどね、沢城さんとかいくらでもできるんだろうけど、そのぐらいやっぱり本当に数える程度しかあの面白さ出せないんじゃないっていうぐらい面白い。あれ面白い。でもキャラクターの描かれ方も面白いんだけど、でもそれをね、本当にそれこそさっきの種崎さんじゃなくて、やりきれる声優さんの技術能力ってすごいと思いますね。あんな無理やね普通の人は、うん、あれは本当面白いね、フィオナは読んでるだけじゃダメなのね。で、口先だけでやってもダメなのね。やっぱり中身が、これやっぱほら鬼滅の声優さんみんな言うでしょ、下野さんも花江さんもサビトの声優さんもね、もちろん伊之助の松岡さんもみんな言いますよね、ここだって。でそれをみんな言ってその通りの結果出してるから、それはそうなんですよ多分だからやっぱ口先だけじゃないっていうのが、そのフィオナにしてもヨルさんにしてもね、ロイドにしてもみんなありますね。千葉茂さんなんかもう行っちゃうんだから行っちゃう、あっ行っちゃう、気失っちゃうんだからやってて
すごいです。もう多分声優さんのね、野沢雅子もそうですけど、先生とかもやられてるような人ですけど、まあ面白い。だからその日本の声優界の尋常ならざるレベルの高さっていうか、多分日本のアニメのその土壌がこうさせたんでしょうね。もう声優さんになりたいっていう、やっぱり裾野が広いから、裾野が広ければてっぺんも高くなりますからね。とんでもない高さにいるわけですよ、その人たちは。それをあんな安いお金で、その技術の粋を集めた、命を削って描かれたものを家族で見れる、こんな価値ないですよ。その声優さんのね、命を削るその仕事にね、もう涙を流します。本当に誰も知り合いじゃないんですけどね、私はファンですけどね、ただね、ファンだけど泣いちゃう声優さんの凄さに。あれは本当にすごい。シャウトね、シャウト、シャウト、シャウト、なんだっけ、シルビアシャウト、シルビアシャウト、こんにちは、あるいはこんばんは、エージェント黄昏、あの人もね、そうですけど、本当に、ね、素晴らしい。今回ね、山地さん少なかったね、山地さんも少なかったし、ユーリもちょっと少なかったね、でも一応出ますから、全員出してた。すごい、全員出して、多分ユーリ中に入れたらもう無理やで、脚本壊れるから、ユーリ出さんとこ、中には入れんとこ、でも一応出しとこっていうところで出てましたけど、この賢章さんもまあ化け物級ですよね、あの技術は。本当にすごい、あんなの人間ができんの、あんなことっていうね。人間である以上無理じゃないっていうさ、でも人間じゃないんじゃないっていうぐらいの、でもそれは多分、この発声だったり活動だったり当たり前だけど、それ以外の鍛錬をしてるからそうなってるんだって。声優のためのね、声優のための鍛錬を何もしないで、なんか出てきたやついましたか、いましたか、まあ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 、あえてそこは言うまいと、ご想像にお任せします。言っちゃったよ、ご想像にお任せしますけど、分かる人は多分ね、スパイファミリーとかアニメとか声優さんのファンは分かると思うので、そこはね、まあ、大人の事情でしょうがないとしか言いようがないなと。先日イタリアかな、外国人の方が日本に来て精神科医の仕事をしていて、その精神科の診療にアニメ療法っていう、要は日本のアニメを見せて心の病をケアしていくみたいな先生が YouTube 出てたんですよ。でそれを拝見してたんですけど、もうまさに日本のアニメってそのぐらいレベルが高いし、でその方がおっしゃったのは、やっぱり日本の声優さんすごいと。だから吹き替えじゃなくて、海外でも日本の声優さんそのまま見て字幕で見てる人多いっておっしゃってたんですよね。だってそれはそうだよね、うん、それはトム・ハンクスの映画見て、トム・ハンクスじゃない声だったら、それはトム・ハンクスではないっていう話ですよね。だからその吹き替えの人が悪いってことじゃなくて、つまりトム・ハンクス、だからあのデンゼル・ワシントンの話したっけ前、デジャブの話。デンゼル・ワシントンってアカデミーのね、賞を取ってる俳優さんがいますけど、デンゼル・ワシントンも素晴らしい俳優さんなんだけど、デンゼル・ワシントンの吹き替えを当ててるのが大塚明夫さんなんですよ。でその大塚明夫さんの吹き替え版をたまたまパパ飛行機で、吹き替え版しかないから見たんだけど、めちゃくちゃ面白いわけ。でもそれはデンゼル・ワシントンが面白いというよりは、大塚明夫さんの芝居がすごい良かったっていう話なんですよ、やっぱりね。でそれと別にデンゼル・ワシントン全身で見てもいいんだけど、それはそれでもやっぱ面白い。でも別物じゃない、別物として楽しむことはできるけど、別物だから。ただ大塚明夫さんと吹き替え先に見た後、デンゼル・ワシントン見たら、あ、大塚さんの方が面白いなとは思いましたけどね。それはね、でもイコライザーとかパパ大好きですから、トレーニングデーとかね、デンゼル・ワシントン本当に素晴らしい俳優さんだし面白いけど、別物の楽しさがあるよ。だから両方見たらいいかもしれないですね。両方楽しめるってね、うん、でそのぐらいやっぱり声のお芝居ってもう重要。名優さんがやっぱ声を当てると全然違うっていうね、だからやっぱり特殊な能力とかスキルが必要なんですよね、声優さんって。そのための鍛錬とか訓練とか練習してきてるわけだから、それはね、ちょっとこうなるべく壊さないでいただきたい。そこだから、要は起用する側人っていうのは、起用する権限を持ってる人ってそれを知らない人が多いから、スポンサーとかって、なんか一緒一緒、なんか演技全部一緒一緒、なんかよくわかんないけど、全部演技もなんか演技もなんか何にも全部一緒でしょみたいな人が全部決めちゃうから、わけわかんないキャスティングになっちゃったりするとき、日本の場合はあるんだけど、アメリカの場合ないよね。キャスティングプロデューサーってちゃんといますから、すごいそこ重要なんだけど、そういうのがちゃんと
数で分かる人がやった方がいいかもね。やばいことになっちゃうから。そうね。びっくりしちゃった。声優さんって本当に難しいから、多分ね、やったことないから分かんないけど、ね、多分声優じゃないから分かんないけど、多分異常に難しい。多分ね、知らんけど。知らんけど、ね。知らんけど、多分本当に信じられないほどの技術を持ってるんだと思う。だからこそ、だって結局さ、合ってないわけじゃん。炭治郎だってなんだってさ、口の動きとセリフ合ってないわけじゃん。あっていうセリフの時に、あっていう口の形になってるとは限らないわけじゃん。でもなってるじゃん、見てると。そういうのも含めてね、いろんな技術がやっぱりね、あるんですよ。素晴らしいよね。まあほとんど多くのアニメファンはそう思ってますけどね。思ってますけど、なぜそれをやってしまうのかと。で、だからこれやっちゃう人は一緒一緒、演声優も入るで一緒に演技もうんこも全部一緒でしょ。演技とうんこ一緒でしょ、うんこと。演技とうんこはみたいな人がやっぱり決めちゃってるから。一緒でしょ、演技とうんこ一緒でしょ。なんか一緒です、一緒だよ。それ一緒だよ。それはお前から見たら一緒だよ。お前何にも分かってねえんだからみたいな。多分この動画ボツですね。完全に完全に。俺注意書き絶対見ないでくださいって書いてもサムネ絶対見ないでくださいって言って、そうサムネね。そういうことですよ。そういうこと、まあ、言っちゃう言っちゃう。だからそのぐらい日本の声優さんは本当に素晴らしいと。まあ、パパは要はなんか日本の声優さんしか知らないから、海外の声優さんとか吹き替えとか見たことないので知らないのであれですけど、ただシングっていう海外のアニメがあるんですけど、当然字幕でパパも当然見るんですけど、主役の方が英語なのよ。英語なんだけどめちゃめちゃうまいなこの人と思って、で後々調べたらマシューマコノヒーだった。あのマシューマコノヒーが主演の声を当ててた。つまり海外では俳優さんも声優さんもできるのよ。そのぐらいやっぱ俳優さんのスキルが高いから、全然マシューマコノヒーが声を当ててもめちゃくちゃ面白いわけで、これ何かっていうとやっぱ表現の幅だよね。それこそ種崎さんがやりすぎちゃったかもしれません。やりすぎるって技術だから、技術がないとやりすげないから。だから喜ぶところは喜ぶ、落ち込むところは落ち込む、慌てるところは慌てるっていうのが振り切って表現できてるっていうことだから、それを表情もなく声だけで、それがあるからマシューマコノヒーがやっても竹田さんがやっても面白いわけですね。だからそれは表現の幅ですよ。で、幅っていうのは技術がないと出せないっていうことなんですね。あくまでも一意見ですから、一感想ですから。それって私の感想ですよね。これ私の感想ですよね。感想ですよ。それってあなたの感想ですよ。感想です、感想です、感想です。これたちということで、うん、非常に面白かったっていうのと、うん、本当にね、心が動かされて、やっぱ大人としてね、やんなきゃいけないなっていうことがいろいろあるんだと思う。だからそのシルビア・シャウトがこう重みがあるっていうのも、そのシーズン1からシーズン2全部見た上で、あのシルビア・シャウトが言ってるんだと、こういう理由でスパイになったロイドがこういうふうに今してるんだっていうことがやっぱ分かるとより面白くなるので、まあ、映画だけ見てももちろん面白いんだけど、できればシーズン1からずっと見た上で見るとより面白いと思いますね。Amazon プライムでね、ちょっとシーズン、テレビシリーズを全部見て、あ、そっか、ロイドってこういう理由でスパイになってるんだよな、ヨルさんってこういう理由でこの仕事やってるんだな、ユーリのこと考えてるんだね、一番っていうのを分かりながら見ると、まあ、深みがね、増しますから。ぜひぜひ深く楽しみたいという方はテレビシリーズ見てから、見なくても何でも全部見てください。結局全部見るんかい。そうそうそう、もう種崎さんと江口さんとあのヨルさんとね、あのボンドの芝居見るだけでももう本当に価値ありますからね。5億円ぐらいもらっていいですよ、あの人たちね。そのぐらいのスキルです。はい、ということで、まーちゃんどうですか。待ちくたびれた。まーちゃんあくびばっかりして、あくびとかずっと動いてた。まあボツですけどね、一応ボツですけど記録としてね撮ってきました。だからこの携帯が紛失された時に、なんだこの動画みたいな、200年後に発見されて、こんなやべえこと言ってるやつがいたんだっていうことを200年後の人たちに伝えられればなと思っております。違う読み言語だということですね。せーの。
の最後まで見てくれてありがとうございます。グッドボタンもお願いします。チャンネル登録もお願いします。白髪ドロン見てね。バイバーイ。待ちくたびれた待ちくたびれた忍者ザ・武道館。まあね、こういうことも言えるのが YouTube ですから、うん、うん、あの登録は外さないでください。エガちゃんがマクドナルドの犬の餌って言ってたね。あれに比べれば可愛いもんです。でもそれがエガちゃんの良さだったり YouTube の良さですから、あれは感想なんだね。多めに見ていただけるとありがたいです。失礼いたしました。